盗んだっしょ。ダメだよ盗んだ。はい、こんにちは岡田です、アプローチの添削で、ブルズ君ですね。一応 LINE 交換までは行ったということで聞いていきましょう。ごめんなさい、ちょっといいですか、一瞬だけ。一瞬だけこの辺でこれぐらいのペンギン見なかった？ペンギン、ペンギンさん、いやいや俺飼ってるよ、散歩させてたんですよ。同じこのモコモコ着てたよ今日、着させてたの。バーバリーのバッグ持ってるから多分お姉さん盗んだと思って。盗んだっしょ。ダメだよ盗んだ。何してんの盗み犬の姉さん。何すんのこれから？ネイル。ネイル、ネイル綺麗じゃん。買いに行く。買うのネイル。買いに行く。買いに行くのね。なるほど。え、いいよ教えてあげる。ネイルね。あそこ行くの。一緒に探そっか。じゃあどこだどこだ。なんてとこ。めっちゃ近いんだけど。うん。名前ペンギンじゃない。あ違う。何ペンギン。あ来すぎてるわ。あ、もう近いじゃん。ネイルは何？どんぐらい、どんぐらいかかんの？ネイルって。結構かかんの？うん、でも3時間くらい。嘘、本当？ガチで？ガチっすか？俺ネイル一番乗りで見たいんだけど今日。どこだ？ここっぽいよね、でも。え、それな？それな？本当にそれな？マイネイルってとこ？違う。あ、違うの？マイネイルならあるよ。あ、そうだ。オッケー。じゃあ連絡先だけ。そのネイルを後で見して。じゃあ、あのだって絶対綺麗じゃん。うん、うん、ずるい、それを見せない。ずるい。LINE で。うん、LINE で。いいよ。今日、今日終わったら時間ある？インスタがいい。インスタ。インスタ俺やってない。だる。だる。LINE がいいですね。やってない人いないから。それひどくね。俺今時やってない人なんだけど。やばいそれ。やばい。 OK、 これね、ありがとう。じゃあ革命の名前の人だったら怒らせたんだけど。じゃあ俺唯一まともだわ。ありがとうね、また連絡するわ。ネイルのとこの下りと最後の締めかな。ちょっと待ってね。まあ相変わらず入りはうまいよ。うん、ずっとモテてきた人みたいよ。うん、いいよね。動じない、ナチュラル、非常にいいアプローチをしてると思いますよ。楽しみですよね、これからも。どんどん盗んだと思って。盗んだっしょ。ダメだよ盗んだ。何してんの盗み犬の姉さん。何すんのこれから。ネイル。ネイル、ネイル綺麗じゃん。買いに行く。嘘、どうすんの？何色？ああ、春だから。今も綺麗だけどね。うん、何つけんの？いろいろ。わあ、それ絶対可愛いでしょ。うん、俺できないかな。俺一生懸命 YouTube で見ながら見よう見まねでやる。うん。いや、まじまじ。もうやったことないけど、もう本当に天性の集中力でやるよ。うん、つって断らせるっていうか、まあ茶番のね、断らせるやつを入れるんだけど、まあ何が言いたいかっていうと、一つの言葉から掘り下げていくよね。どういうふうにするのっていうところで、ちょっとそこでこう普通の会話ができるんだよね。で、例えばこの子が結局ネイルの約束があるから、予約があるから LINE 交換になったとしても、そこで普通の噛み合わせができてるっていう、その他の男の子が意外とできないネイル行くんだ、どういう風にすんのっていう会話だよね。そこができてることによって、まあ多分この人とならお茶してもこれから会っても楽しいだろうなって、話したいこと聞いてくれて、すごいじゃんってね、こう上げてくれて、でその中でちょっとユーモア入れてくれたりしてっていう感じで、こう女子が気持ちよくこうコミュニケーションできる、まあ少ない方の男性だよね。うん、この当たり前の会話ができる人の方が圧倒的に少なくって、うん、どうしてもこう自分のオリジナルを入れちゃうんだけど、
そこで寝るっつって、買いに行く、買える。え、買えんの？え、どんな風にするの？ああ、春っぽい。いいじゃん。そっか、手綺麗ね。うん。いや、こんな綺麗な手だったら多分、俺、できる。多分 YouTube で見ながらやるよ。とかいう、ちょっとこう、粘るっていうのもおしゃれに入れながら、会話の噛み合わせと、その、押していくっていう、オファーと断るっていう茶番をこなしていくってことですよね。うん。まあ、この子はもう、最初の段階から優位性ね、ブルズ君、ちゃんとハマってて、印象もいいから、LINE 交換の持っていき方もかっこいいですよ。買うのネイル？買いに行く。買いに行くのね。なるほど。え、いいよ、教えてあげる。ネイルね。あそこ行くの？一緒に探そっか。じゃあ、どこだどこだ、なんでどこ、めっちゃ近いんだけど、うん、あ、じゃあさ、これバシッて見つけたら、バシッて見つけたら遊び来る、終わった後っていう、ちょっとゲーム性が入れたらいいよね。うん、そういうちょっとゲーム性を入れられると女の子は乗っかってくるから、そこでちょっと一個入れたいね。うん、名前ペンギンじゃない、あ、違う。だからここを入れる暇があったらそれを入れるって感じだよね。あ、来すぎてるわ。あ、もう近いじゃん。ネイルは何？どんぐらい、どんぐらいかかんの？ネイルって結構かかんの？うん、でも3時間くらい。嘘、本当？ガチで？ガチっすか。俺ネイル一番乗りで見たいんだけど今日。どこだ？ここっぽいよね、でも。それな？それな？本当にそれな？マイネイルってとこ？違う。あ、違うの？マイネイルならあるよ。あ、そうだ。オッケー。じゃあ連絡先だけ。やだ。そのネイルを後で見して、じゃあ、だって絶対綺麗じゃん。うん。非常に理由付けもオファーの流れもかっこよくって、女子が納得いく理由を与えている。ずるい、それを見せない。ずるい。LINE で。LINE で。いいよ。今日終わったら時間ある。インスタがいい。インスタ。インスタ俺やった。インスタ、インスタさ、もうちょっと仲良くなってからでしょ。お互いに。っていう感じの方が、リア充っぽいよね。ちょっと困ってるような感じでね。インスタほら、もうちょっと仲良くなってからでしょ。お互い。っていう感じ。で、そうすると、なんかまあ、やってるやってないっていうよりも、うん。ちゃんとしてる感が出るよね。うん。で、その後にこういうさ、俺さ、やってないんだよね、みたいな感じで、やればいいから。ここのちょっとした、こなれ感っていうのを、ちょっと増すっていう感じだね。うん。まあ、自分でも分かってんじゃねえの？これ、結果は LINE 交換になっちゃったけど、内容はこれいいなっていうのは分かってて、多分、ブルズ君自身も、ネイルのとこ、ちょっと彼女に対して興味を持って掘り下げてあげればよかったなっていうところと、まあ、インスタの下りがちょっとバタついてんなっていうところと、振り返ったときに、自分でも多分、もう彼のレベルなら分かってきてるんじゃないかなと思いますね。アプローチに関しても非常に、まあ、自信があるな、こやつは、という、まあ、パワーっていうんですけどね、こう、その人のパワーっていうのが出てきてるなっていう感じがしますね。うん。最高に楽しい夏になるんじゃないですか？今年は。勉強しろよ、うん。以上です。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。